皆さんこんにちは、ペーストでございます。横綱物語続きやっていきましょう。1014回目ね、秋場所の本場所となりますね。さあ、五条さん抜けて以来ね、1年半ぶりぐらいのね、4横綱になりました。で、九条さんがね、大関昇進かかっております。で、北山さんは不思議ですね。なぜかここまで上がってきました。さあ、今場所は全員だね。久々の。あ、九条さんいきなり三役と当たる。鳴門波さんとね。ちょっとごめんなさい。八条さんはラオさんね。三役復帰を目指してるラオウさん。さあ北山さんはね、もう負け越してもいいと思ってる。さあ諸町さんから、初日のお相手は水穂奈美さん。そろそろね、小賀の里さんレベルの大物来てほしいなとは思ってるんだけどね。甘い、差し替わった。さあ追い込んだのは水穂奈美さん。室町さん粘る。おお、すごい。引き出し、水穂奈美さんが勝ちました。室町さん黒星スタート。で、北山さんですね、初日のお相手は舐めちゃいけない銀人さん。北山さんはね、もうこれであとパラまで回せるからね、だいぶ楽にはなりましたよね。押し返せるか、すごいよな。不思議よね、上半身下半身ゼロなのに。重量ヒットまで来ちゃったもんな。さあしかしここは銀人さんの自力、追い込まれた北山さん。もう一回寄ってくる銀人さん。寄り切り、北山さんも黒星スタート。重量2人が黒星スタート。十条さん、初日の相手はエマニシキさん。好調なら恐ろしいエマニシキさん。え、下がっとったり使ってくんの。突き出しました。十条さん初日白星スタート。さあ九条さんいきなり三役と当たります。小結びの鳴門波さん。先場所は6連敗の後のね、9連勝だっけ。さあ追い込んだ。そして突き出し、九条さん鳴門波さんを撃破。両替さんの初日の相手は前頭筆頭麻生桜さん。先場所好調でね、前頭ヒットまで登ってきました。麻生桜さんとの一番となります。ごめんなさいね、ちょっとコーヒーいただきながら喋ってるから、ちょっとお見苦しい音が入るかもしれないですけどね。さあ追い込んだな、両替さん押し出し。八条さん、初日の相手はこちらも三役復帰を目指すラオウさん。さんのペースに入ると一気にね、押し出されちゃいますけど。さあ追い込んだ、粘るラオさん。もう一回いくか、ついて追い込む。そしてよった、八条さんの勝ち。初
塩小路さんの週一の相手は荒日高さん。さあ横綱に上がりました初戦の相手は荒日高さんと、さあただ調子はね先場所同様不調なんですよね。さあ追い込んでそのまま突き出した塩小路さん勝ちました。七条さんの春日の相手は比叡さん。比叡さんも一場所と二場所三役でね前頭の中を行ったり来たり上位と下位を行ったり来たりしてますけどね、ここは七条さん強い突き出しました。花山さんの春日のお相手は若清水さんですね。先場所は後半大失速やったね花山さんも。上手投げ、ここは投げで初日を制しました。で涙の優勝六条さん、初日の相手は星朝香さん。さあ先場所はね本当に大波乱のね千秋楽でただ一人平和が部屋で勝ってね優勝決めましたけど、さあ六条さん桁繰りでまず初日を制しました。あれラオさんじゃない赤月さんとの一番もね負けてても不思議じゃなかったからね。他三役は勝ってますね。いやで十両二人が敗れたとねいうところですね。上位陣こんな感じ。では二日目参りましょう。七条さんで室町さんは日曜日の夕方とで九条さん塩小路さん六条さん八条さん三役とね一番ないね。はい二日目室町さんは大喜利さんとですね、北山さんは沖津波さんと、十条さんは沖野桜さんですね。で九条さんが西大宇さん、両替さんはラオさんと、八条さんは阿蘇桜さんとですね。塩小路さんは星朝香さんがお相手、七条さんは若清水さんがお相手、花嫁さんは比叡さんですね。で最後六条さんが荒日高さん。お赤月さん2日目でもう辻がついた。あとは上位陣は全員勝ちましたね。三役も誉さんがね落ちたのに黒星で、北山さん2連敗、室町さんも2連敗というね、重量はそんな感じですよね。これが本来ですよね。はい、ということで上位陣こんな感じ。誉さんは1勝1敗か。では3日目いきましょう。室町さんはね、最下位同士の争いやね。三役同士の一番がない。ああった八条さんが今日鳴門波さんと当たるみたいですね。室町さんは豪将軍さんとですね。で北山さんが鹿島富士さん。鹿島さんもねだいぶ長いことなんかいるような気がする十条さんは大日向さんで、九条さんがラオさんと、両替さんは二将さんで、八条さんのお相手が一勝一敗小結鳴門波さん。さあなんとか鳴門波さんは、赤月さんを破って2連敗は免れてるみたいですね。
下手投げ、八条さん鮮やか。塩小路さんは若清水さんと、七条さんは星八坂さん、花山さんは荒日高さん、六条さんが比縁さんですね。これはもしかしたら、あ、花山さんが負けた。荒日高さんに押し出すし、早くもね、土がついちゃいましたね。陣雷さんも敗れた。エマニシキさん、やっぱりね、強い時と弱い時はっきりしてるけどね。で、北山さん3連敗、室町さんも3連敗。まあ、北山さん本来のね、姿にどうやらなってきそうですね。ちょっと安心。さあ、ということでね、花山さんに早くも土がついてしまいました。では、4日目行きましょう。まあ、衰えてるからね、上のね、2人は、もう負けても不思議じゃないからね。九条さんは先場所まで小結びだった誉れさんとだ。で、塩小路さんが今日、ナルトナミさんとね、当たるみたいですね。十条さん、だいぶ下と当たるな。花山さん、手が遅いから、ラオさんには下手したらやられるかもしれん。3連敗同士、室町さんと高野山さんですね。北山さんと水戸新山さん、こちらも3連敗同士の一番。十条さんは赤木岳さん、先場所は前頭筆頭だったんですけどね、お相手1勝2敗で、九条さんは2勝1敗の元小結び旭誉さん、両替さんは若日光さん、お相手1勝2敗。八条さんは坂東所さん、こちらもお相手1勝2敗で、塩小路さんが小結び鳴門並さんとの一番となります。鳴門並さん現在1勝2敗。おお、こらえた。押し2つ追い込んで、突きで追い込む。そして押せない、粘る。ナルトナミさん押した、押した。塩小路さんの勝ち。七条さんは前頭筆頭、麻生桜さん3連敗中ですね。で、花山さんはこちらも前頭筆頭、ラオさんで、六条さんが西尾さん。花山さん連敗、もしかしたら言ってたら本当にそうなっちゃってきましたね。来年の引退候補は基本的に六条さんだったんだけどな。あ、高西さん敗れたな。高山さんも、あ、結構三役払うんだね。で、3連敗同士は、あ、北山さんが桁打った室町さんは寄り切り負け、力負けやね。4日目終了しました。どうした花山さん、2勝2敗で、他は上位陣4連勝で、赤月さん、高西さん、高山さん、陣雷さんも1個ずつ深く取って3勝1敗か。あ、春光師匠4連勝、大筒山さんもね、上位陣破ってるから。で、北山さんが1勝3敗、十両4連勝。あ、沖津波さんがいらっしゃいましたね。で、室町さんは安定の4連敗という状態ですね。では5日目参りましょう。だいぶ下とはってあるけどね。で、六条さんが鳴門並さんとですね。十条さんは、ああ、全勝同士だ。わあ、花山さん大丈夫か。4敗以上するとね、やばいんだけどね。室町さんは2勝2敗の大崎山さんですね。北山さんは雪風さん、こちらも相手は2勝2敗4連勝同士ですね。十条さんは大筒山さんとの一番、九条さんはふんのくにさん、お相手は2勝2敗。
両替さんは坂東省さん、お相手1勝3敗。八条さんは若日光さん、こちらもお相手1勝3敗。塩小路さんは4連敗中の西大さん。七条さんは1勝3敗のラオさん。この1勝はね、花嫁さんに勝ったもんですね。花嫁さん大丈夫でしょうか。4連敗中の阿蘇桜さんと、で結びの1番六条さんは1勝3敗小結びナルトナミさんとですね。本当投げだけね、投げられやすくなってるから。突き落とし、六条さんすごい、5連勝。花嫁さん、ああなんとか今日は勝ちましたね。で他のメンバーもね、大丈夫。谷西さん、陣内さん、高山さんもね、落としてはいないね。エモ錦さんが強いな。で北山さん寄り切り負け、室町さんは上手出しだけで負けと。ということで、5連勝が7人の状態ですね。下位は、春光賞も5連勝だ。おー、では6日目いきましょう。ただでさえね、花嫁さん手が遅いのにね、判断力が遅い、落ちるとかなりまずくなるんだけどね。しかもゼフ長でしょ。まあこの2敗はゼフ長っていうの原因もあるんでしょうけどね。それを言うたら両替さんもそうやしね、六条さんもそうやし。さあ花嫁さん、そのナルトナミさんと当たりますね。不調の花嫁さん、室町さんは若吉野さん、お相手は4勝1敗。北山さんは若しぐれさんですね、お相手は4勝1敗。こちらも4勝1敗でしたね。十条さんは若青葉さん、お相手は1勝4敗。九条さんは坂東翔さん、1勝4敗続きますね。で両替さんが不破の国さん、お相手は2勝3敗。前回は重量ね、全勝優勝でしたね。八条さんは朝日誉さん、誉さんも2勝3敗。塩小路さんは1勝4敗の前頭筆頭ラオさん。七条さんは5連敗中の西大さん。で花山さんが1勝4敗小結びのナルトナミさんとの一番になります。さあこれ以上花山さんは負けると、下手したら横綱での負け越しがね、確定とまではいかんけど出てきちゃう可能性があるんで、まあ本来そうなる前にね休みよるんやけどね。はたいた。さあ本来の力出てきたんでしょうか。で六条さんが前頭筆頭阿蘇桜さんとですね、これはパスします。塩小路さん敗れた。ラオさんなんと横綱2人を撃破しました。で、あとは下は勝ってるね。塩小路さんも土がついちゃった。で北山さんは下手出し投げで、室町さんは外掛けでね敗れてますね。6日目終了しました。花嫁さんが4勝2敗、塩小路さんが5勝1敗を除いて、6名が6連勝で、赤月さん、高西さん、高山さん、陣来さんも6連勝、ナルトナミさんが1勝5敗、ラオさんは横綱2人を撃破したけど他は負けてるので2勝4敗か。春光師匠6連勝きました。で、十両北山さん1勝5敗さあ全勝だった沖津波さんは6連勝キープで、5勝1敗が多いね。 1,2,3,4,5 名もいるね。で室町さんは安定の6連敗というところですね。では7日目いきましょう。同門対決が発生。まずは七条さんと八条さん。室町さんは真っ黒、九条さんが六条さんとの一番になる。塩小路さんは大関の赤月さん。
十条さんは、ああ、全勝中の春光師匠とだね。で、両替さんと花江町さんね。北山さんは、あ、出た、無限界さんとだ。先場所は蹴ったんだっけ。はい、室町さんは4勝2敗、雪風さん。北山さんのお相手はこちらも4勝2敗、よりよりよりの無限界さん。6連勝同士ですね、十条さんと春光師匠でもパスします。こちら5勝1敗同士、塩小路さんは大関暁さんと、さあ先場所は優勝決定戦までね、久々に駒を進めてきた暁さん、塩小路さんが一気についていく突き出し、ここは横綱の貫禄。6連勝同士、七条さんと八条さんの同門対決、京都駅対決が7日目で発生しました。ケタクリ瞬殺、今場所は七条さんの勝ち。花山さん4勝2敗、両替さん6連勝中のこちらも同門対決。両替さんが一気に追い込んだ、花山さんまだ手が出ない、ようやくここで一つ押し返す。花嫁さんなかなか真ん中まで戻せない、また両替さんが押し込んでいく、押し出し、花嫁さんなんと3敗目。6連勝同士の同門対決、横綱の六条さんと関脇九条さん、同門対決は今日は3つありましたね。3つ、3番って言った方がいいのか。さあここは九条さんが大関昇進を狙う、九条さん一気に追い込んだ、そして突き出し、ここは九条さんの勝ち。さあ花山さんがまた負けて3敗目ね、大丈夫か。北山さん、ああ今場所は負けたね。室町さんはうん、まあしょうがないっていうところか。はい、7日目終了、全勝同士で6条さんとね8条さんが敗れて1つ土がつきました。全勝は4名という状態ですね。ではこの状態で前半戦ラスト8日目いきましょう。花嫁さん本当大丈夫？七条さんは両替さんと、九条さんと、おお塩小路さんね、六条さんが今日ね、暁さんと、大丈夫かな。八条さんと花嫁さん、花嫁さんこれ破れると4勝4敗か、アウトかもしれん。これ確か負け越すと実績減るでしょ。減らんかったっけ。室町さんが負け越しかかってるんですね。水戸新山さん、水戸新山さんもそんな好調ではないね、1勝6敗ですからね。ただね、室町さんは完全なまだ力不足なんですよね、正直言うと。さあしかしね、声が聞こえたのか、室町さんが追い込みましたけどね、もう一回行く、土俵際粘る水戸新山さん、もうちょっと水戸新山さんもね強くてもいいと思うんですけどね、多分水戸泉さんでしょこれモデル。あでもこれ出た頃ってどうかな、寄り切り、室町さんの勝ち。まだ新人か、新人というか若手か。北山さんは5勝2敗の成田天山さん、これはパスします。十条さん勝ち越しかかってますね、黒龍王さんお相手は現在2勝5敗。さあ8連勝1番乗りを目指す十条さん、突き寄りで2つ、寄って3つ、そして押し出し、ストレート勝ち、8連勝。塩越さん6勝1敗、九条さんが7連勝中の同門対決。
ここは塩越さんがついて一気に追い込んだ。九条さん抵抗、真ん中までは戻せない。もう一回ついて二ついった。土俵際、さあ押し合い付き合いになった。ついた、横綱の勝ち。九条さんはここで連勝ストップ。7連勝同士の同門対決、七条さんと両替さん。さあまずは七条さんの突き、両替さんもろ差し、もろ差し2つ目入った。さあ先場所同様混戦となるんでしょうか。有利に進めた七条さん、押しが2つ。追い込めそうだ、追い込んだ、横綱が追い込んだ。両替さん粘る。突き出し、ここは横綱の勝ち。花山さんが4勝3敗、八条さんが6勝1敗の同門対決。花山さん敗れると、おー敗れた、4勝4敗。八条さんはこれで7勝1敗、六条さんは5勝2敗、大関の赤月さんと。突き出し、ほぼストレート勝ち。うわーこれ花山さんね、ダメな時のパターンや。あー北山さん負けて7敗目。室町さんがね粘りましたね。ということで、今回早かったね。 前半戦終了しました。七条さんと十条さんが8連勝、7勝1敗で六条さん、塩越さん、八条さん、九条さん、両替さんと5名。花山さんはどうしたんでしょうか。4勝4敗、負け先行の3役は鳴門並さんの3勝5敗だけか。でも赤月さんもまだ分かんないけどね。まだ九条さん、八条さん、両替さんと当たっとらんからね。だから2つどっかで負けてるとねやばくなっちゃうんですよね。で、春光師匠は6連勝の後2連敗してるね。まあ1つは我が部屋のメンバーと当たってるからとはあるんですけどね。北山さんが1勝7敗、沖津波さん8連勝、室町さんも1勝7敗という状態ですね。不調メンバーが多いからね、優勝戦線分かんないね。まあ順当にいけば七条さんか十条さん、もしくは九条さん。九条さんでも不調ですからね。まああとはね、スルッと抜けてくるのがね、また陣内さんとかね、高山さんとかになりそうな雰囲気はあるんですけどね。さてどうなることでしょうか。後半戦もねお楽しみにしておいてください。では、前半戦はここまでです。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。